終了。もうついてんの？ついてんじゃない？はい、行きましょう。せーの、さあ始まりました。少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。はい。はい、というわけで今回はですね、はい、何をするかと申しますと、うん、まあここ最近ね、うん、いろいろ動き回ってましたから、うんうんうん、この頃少量は何をしてるかっていうそのあれね、いろいろ報告会をしたいと思います。近況報告ね。そう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 。オッケー。とかまあいろいろも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 ろ、うん、ねあると思うから、うん、それについていろいろまあお話できればいいかなと思ったりしてるわけですけども、なんかいいね、うん。なんか問題でもあるの。はい、というわけでじゃあやっていこうかなと思うんですけども、結構ね今日はめっちゃ飲んでて、さっきもまあ、うん、もう何杯飲んだか全然覚えてないんですけども、うん、うーんって感じで、どういうこと？うーんって感じでやっていければなと思ってます。はい、はい、じゃあ、はい、やっていこう。せーの、あー、ひょにょってわけで、うん、どうしようかな。何についてまず。りょうさんから何かあれば。え、俺の近況報告どうする？どっちからする？え、どっちからでも言う？どっちがいい？じゃあ俺から行こうかな。うん。最近の近況報告な、なんだろうな。なんかあった？まあ、いろいろあるよ。いろいろあるんだよ。最近、なんだろうな。仕事の話で言えば、3月にね、移動したのよ。はい。そしたら、今度また4月に移動します。あやばくない？1ヶ月で移動って。でも、昇級でしょ？あー、まあまあまあ、そうね。おめでとう、うん、おめでとう。ありがとうございます。4月からね、本社勤務っていうのに、もうまあ、頑張りますよって話でね。ね。うん、それと、あと、りょうちゃんの誕生日が。あ、そう、4月ね、俺の誕生日。祝いっぱなしですね。これは、お願いしますよ、翔ちゃん。何か望んでもいいですよね、みんな。こういうことよ。翔太まあまあまあ冗談だけども、まあなんか冗談じゃないよ、俺は翔太に分かってるよ、それは分かってるけど肘打ちしちゃう。まあそれは冗談ですけども、うん、おめでとうございますと、ね、ありがとうございます。終了。あとね、最近の出来事で言えば、その移動先のお店で元々働いてたアルバイトの子がいて、俺が今の会社に入ってすぐ、まあ、2ヶ月間だけ最初そこのお店にいたんだけど、そこで一緒に働いてたというか、俺がその2ヶ月間行った時にアルバイトで働いてくれてた男の子が移動でね、元いたお店に来たっていうのを噂を聞きつけてくれて、食べに来てくれたの。そしたらその男の子が中野のあのアーケードで俺を見ましたよ。何を見たかっていうと、そのだいぶ前の話なんだけど、中野区のポートレートをね撮影してもらったことがあって、うん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 、それを見ましたって。あ、本当に。そう、あれって、うん、あ、りょうさんですよねって言われて、そうだよみたいな、あ、見てくれたんだみたいな、いや嬉しいと思って。別にその子に対して俺はほらカミングアウトをしてたわけじゃないんだけど、見ましたよとか言ってすごいですねみたいな感じで言ってくれたから、あ、最近の若い子たちはすぐ受け入れてくれるのかなみたいな。多分あのポートレートの写真見たらさ、そうだよ、絶対わかるじゃん。それはねちょっと驚きだった。ああそうなんだ。あ、見てくれてたんだと思って、そんなことが最近ありました。なるほどね。うん。ひょにょ。翔太は？ちょっと前にジーパン買ったんだけど、うん、ちょっと最近ちょっとお腹周りとか気にしてて、うん、まあちょっと何細くなったらいいなとは思ってるんだけど、うんうん、それで細くしようと思ってちょっときつめのパンツを買ったのね、うんうんうん、で俺ちょっと足が短いからさ、裾上げっていうのかな、うん、足の長いところをちょっと切ってもらう、ね、そうそう、うん、切ってもらうときにフィッティングルームか、うんうん、に行って、それでまあ履いたの、うん、履いて、あ、まあでもちょうどいいぐらいかなと思って、別にそんなきつくはないなと思って入って、うん、お願いしますって言って店員さんに言ったのね、うんうん、でそしたらここやってくれるのはありがたいけど、うん、え、このズボンちょっときつくないですかとか言われたの。いや、それ、いや、まあ、きつく、ちょっときつく、でも、あ、そう、気持ち的にはきついズボンを履こうとしてたんだけど、普通に入ったぐらいだったから、別にそんなきつくもなかったんだけど、でもちょっと。まあ、その、ジーパンがちょっとスキニーのやつだったから、まあ、ちょっとタイトなやつで、うん、店員さんもちょっと気使ったんじゃないのかな。そうだね、気使ったんだと思う。うん、何も悪さはなくて。うん、多分、嫌味できつくないですかって言ったわけではなくて、うん、大丈夫ですかね、っていう意味だったんじゃないかなと。いや、まあまあ、そうなんだよね。うん、だからさ、そう。でも言われた本人はちょっと、え？びっくりした。うん、終了。あとは？あとか、そうだな、なんかさ、うちらの中ではさ、もう毎日一緒にいるからさ、改めてさ、再確認することないじゃん。でもさ、なんか、まあ、うちらだけで解決してる部分があるけど、はいはいはい。見てる方たちに向けて、ちょっと発信できたらいいなと思うんだけどさ、はいはい、うん、最近どうなの？元気？え、元気だよ。全然元気。結
構何でもうまくいってる気はする。本当？楽しくやってるな、うん、いいこと。なんかね、最近その例えばすんごい頑張って、うん、なんかこれを目指して頑張ろうっていう時もまあ過去には何個かあったりしてたんだけど、うんうんうん、今その頑張ったりもちょこちょこするんだけど、うん、ちゃんと戻ってくる感じ、うん、ちゃんと戻ってくる感じ、ちゃんと結果に出てくる感じ、うん、ああ、その頑張ったことがね、焦が、もうそう、すんごい焦んなくても、うん、焦んなくてゆっくりやったとしてもなんか同じぐらいに返ってくる感じがするから、うん、結構何でも楽しくやってたりするんだけども、確かになんかそういうなんか実感としてさ、うん、あの感じるとさ、やってよかったなとかさ、気持ちに余裕ができるよね。そうだね、うん、終了。そうだから、がむしゃらにやってた時とかって結構そのやっぱりその見返りも取れたりするから、うん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 、そのなんか自分で浮き沈みとかあったりしたんだけど、うん、今そんなちょっと頑張ろうって思ったらその後々にひっついてくる感じな気はするから、うん、結構楽に楽しく生きてて、うん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 、だからね、なんかそうだね、 YouTube のことに関しては、うん、なんかいろいろ2月とかは外出自粛とかになってたから、うんうんうん、なかなか動けなかったりしたけど、これからいろいろ動けるようになったな、うんうん、なるなーって思ってて。そうね、うん、いろんな人と、まあ、ちょっとちゃんと予防はしながらね、うん、そうだね、いろんな人と関われたりすることも増えてくるから、うん、ちょっと楽しみ。まあ今のところね、これっていう発表はできないけど、うん、ちょっといろいろね、うん、考えてることもあるから、うんうん、近いうちに皆さんにね、ご報告だったり動画でやってもらえればなと思っているので、楽しみにしてください。うん、ひょにょ。あと何かな、花粉症は？花粉症、うん、いや花粉症はね、本当にやばい、本当にね、本当にやばい。どうする？もう窓は一切開けてない。俺、開けたい人、うん、本当は。いやでも花粉症じゃん、もう花粉症なの。びっくりびっくり。なんか去年まではさ、俺花粉症じゃないよみたいな、まぁ、あ、ちょっとなんか去年からだね。なんかでも去年はまだ否定してたじゃん。まあ割りかし。まだ違うみたいなさ。うんうん、でももう確信したよね。どうするね。なんか。だからもう俺はね、逆に良かったなと思ってんの。花粉症になってくれて。俺がめっちゃひどいから、もう外に洗濯物は干してほしくないし、窓も開けたくないから。っていうので、もう翔太が花粉症になってしまえば、それも、翔太もできなくなったから、それに関してはもうマジでありがたい。おととしまでバンバン外で干してた。うん。殺す気かみたいな。俺を殺す気ですかでみたいな。そうだ、でもどのくらい辛さか分かんなかったからさ。うん、でももう分かったでしょ。そうだね。うん、お二人してね、今、薬を一生懸命毎日飲んでるよ。困るー。いや、困るけど、うん、やっぱね、洗濯物もね、天気もめちゃくちゃいいじゃん、最近。うん、外に干した方が、うん、太陽のね、光をいっぱい浴びて。そうそう、そうなの。いい感じになるんだろうなっていうのは分かるんだけど、それに花粉がね、付着して、もう本当に半殺しの目に遭うから、もう浴室乾燥でね。だから本当に浴室乾燥機がついた部屋でよかったなと思ってる。確かに。あと加湿器と空気清浄機を。え、今、おもむろに。なんで目薬って口開けるんだろうね。いや、上向くからひょにょ。はい、というわけで今回はですね、いろいろ報告会っていう形でいろいろね、うん、おしゃべりしたりしましたけども、いや、なかなかさ、なんかその近況報告っていうのをすることはないから、ね、そうなんだよ、その、うん、ちょっと撮影とかね、やっぱあなたの仕事とかもその万々自分のこととかもあったりすると、うん、なかなかちょっとせわしなく毎日が過ぎていく、うん、立ち止まるっていうかあれなんだけど、ちょっとねゆっくりする時間がなくって、うん、あんまりちょっとね喋れなかったりとかできなかったんだけども、うん、こういうことがあったよっていうのが伝えられて、まあよかったかなと思ってます。そうだね、うん、うん、あとまあ今後ね、うん、動画に関してもいろいろ企画等々考えていますので、楽しみにしていただければと思っています。お願いします。はい、というわけで今回の動画ここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。